はい、じゃあかなり久しぶりになりました。1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ったのかな。まあその状態で皆さんミジンコいかがでしょうかということで、今日はね5月の26日の日曜日になります。まあね、最高気温の方も結構ね30度になる日が結構ありますけれども、まあ皆さんの地域いかがでしょうか。まあミジンコの方ですね、まあこちらの方、今ね、アマゾンの方でも販売しておりますので、皆さんよかったら購入していただければと思います。まあ左側ね、爆食君の8リッターのバケツ仕様ですね。で、こちらの方はね、もうすでに販売終了しました。爆食君ミニデラックスですね。まあ茶色くなってる状態っていうのは基本的には、ミジンコの方は増えているという状況になるので、まあちょっとこちらの方の方がわかるかな。まあ、こんな感じで今中が透けておりますけれども、まあ、こういう状態は全く問題がないというところですよね。で、今の時期でね、ちょっとうまくいかないなっていう感じが出てくる方、まあ、そういう方もね、おられると思います。まあ、その状態の大きな要因として考えられるのが、まあ、夜間の気温の低下ですよね。おそらく外でやってるのではないかなと思いますので、日中はね、30度ぐらいとかに上がったりするんですが、夜間になると20度切ってくるというのがね、この時期はあります。そうなると朝起きてみたらミジンコいなくなってたということはね、よくあります。なるべくですね、水温の方が20度を切らない方がいいと思うし、あとはですね、まあ、水温がね、上下あんまりしない方がいいと思います。だから外でやる場合というのは、夜間が冷えないようなことは気をつけていただき、日中は水温が上がりすぎないように気をつけていただくと。だから外だったらね、日陰とかでも全然問題ありません。ただ夜になるとね、水温下がってしまいますので、まあ、そのあたりね、置く場所考えてください。まあ、理想的なのはね、今これもね、室内のところでちょっとね、枠でこうやって囲ってあるんですが、こういう状態にしておくと基本的にはまあ、一定の水温という状況にはなるかなと思います。ただこれがですね、まあ、今23度ぐらいですよね。まあ、室内なんでほとんどこのぐらいの水温で、まあ、ずっといってる状態なので、まあ、そうするとね、比較的安定して、まあ、増やすことはできるかなと思います。だからね、置く場所を考えてください。例えばまあ、玄関とかね、まあ、ああいうところとかでもいいですし、まあ、ベランダとかそういうところでも、まあ、直射日光ガンガン当たらないような感じで、あとは夜ちょっと冷えないような感じ、まあ、そういうところをね、いろいろと探して、ちょっと設置場所っていうのをね、一つ考えていただくといいかなと思います。で、今の時期ですね、まあ、皆さんも、まあ、メダカの方のね、張り子結構出てきてるんじゃないかなと。で、張り子を育てるっていう状況になった時に、なかなかね、うまく育たないっていうのがあると思うんですが、今こちらの方ではね、こんな感じをやっております。今ね、右側に NV13、左も NV13 なんですが、右の方がですね、まあ、結構張り子大きくなっているんですよね。まあ、見ていただいている通り、このぐらい泳いでおります。だいたい、2センチぐらいのサイズになっているかな。で、こっちの方ですね。左側の方はね、まだね、生まれたばっかりですね。だからまあ1センチぐらいのサイズ感。まあ数日っていう状況になります。だからこういう状態のところで、この餌をあげるのが難しくて、まあ、餌をあげると水が汚くなって、で、死んでしまうとかね、まあ、そういう状況があると思うんですけれども、まあ、この張り子とか、どうしてもこの死ぬ原因として考えられるのが、まあ、餓死ですよね。まあ、餌がなくなり、そして水が悪くなると、まあ、そういうところがあったりするので、今ね、ここでやってるのは、いわゆる粉餌はあげておりません。粉餌をあげずに、じゃあどうやって栄養を取ってるかっていうと、今ここに2個あります。ここからね、ちょっと点滴のような感じで栄養をこうやって与えております。で、中のところ、ちょっと見えないんですが、ミジンコもいるので、2センチサイズぐらいになると、ミジンコの、子供はね、食べることができるようになってくるんで、そうすると自然と勝手に成長していくということになるんですよね。点滴で入れながら水が溢れそうになるので、オーバーフローをして、水は出していって、常にちょっと水の入れ替えというかね、それがしてあります。で、粉餌使ってない分だけ、餌がね、残ってそこに溜まるという状況自体は、起こらないと。
ここの中に入っているものというのはこれですね、培養液と、あと水と、あと PSB と、あとですね、ちょっと今専用で餌というかね、栄養素、まあ、そこの部分を粉のものが入っているので、それが入っています。それをね、直接ここに入れると、まあ、粉がね、下にちょっと沈殿してしまって汚れちゃうので、なのでここの中から点滴のようにしてあげております。まあ、大体、まあ、1日に2回ぐらいあげてるかな、朝と、まあ、夕方みたいな感じで、まあ、そのぐらい入れながら、今ここにね、ホースがあるのは、このホースね、水を止めてるとちょっとポタポタ漏れるので、まあ、そのまま漏れるのもったいないんで、この中に水をポタポタ垂らして、まあ、循環させてるという形で、まあ、今現状のところは粉餌は一切あげてない状態で、ここの先とかちょっと見にくいんですけどね、この辺とかも結構、まあ、泳いでるのかな。だいたいこのぐらいの大きさになってくると、まあだいたい大丈夫なのかなって思いますよね。2センチぐらいのサイズ感。これぐらいになったらもうね、親と一緒にいても基本的には大丈夫だけど、まあこっちの方ですよね。このぐらいの1センチサイズ感っていうのは、まあ親に食べられてしまうっていう状況が出てくるので、まあこのぐらいの状態を、こちらの方も同じように点滴であげているので、まあ大きさを、このぐらいに持ってこうかな。2週間ぐらいするとね、多分このぐらいになります。だいたいね、2週間ぐらいずれてるんで、だからこれで2週間で、これでこっちがこのぐらいのサイズに近づいてきて、まあこっちは、まあ、別に、まあ、分けて親と一緒にしてもいいし、で新たな卵をまたここに入れて新たにセットをしていくと、まあ2つか3つぐらい置いてあって、まあ連続で回してってあげると、まあ、ここで張り子だけっていうのはね、育てられるかなと思います。まあ、結構今ね、いるので、まあ、これ今100匹、200匹ぐらいいるのかな。こっちはね、多分100匹ぐらいいるのかなと。一回この点滴をあげない時があったので、その時にね、若干落ちたんですよね。だから多分栄養がなかったのかなというような気がしているので、だからこれを常にちょっとね、動かすように今現状しております。まあ、これでこっちの方もね、このぐらいの数でうまく回っていってくれれば、まあもしね、ご希望があれば、まあこういう感じでできるようなの、その中の粉餌ですよね。まあそちらの方っていうのを、まあ販売をしていこうかなとは思います。それと PSB と培養液を入れてあげると、まあ粉餌なしでも、張り子で成長して、で、大きくなってくれると思います。まあもしよかったらね、まあ皆さんもね、こんな感じいろいろと、試していただくといいかなと思います。またですね、いろいろと動画ちょっと間空きますけれども、作りたいとは思いますので、まあ、よかったらね、まあ、Amazon でも販売しておりますので、まあ、確認していただくといいかなと思います。